今回ご紹介するのはニューコンセプトメタルジグパレットスイムです。メタルジグの飛距離とシンキングペンシルのような派手すぎないナチュラルなアクションが特徴。これまでに到達しなかったポイントや水深へシンキングペンシルをアプローチすることが可能になりました。ターゲットはタチウオ、青物、シーバス、ヒラメ、マゴチ、根魚など。スペックは 20g、30g、40g の3サイズ各10色がラインナップ。アクションはただ投げて巻くだけ。オリジナルティンセル付きシングルフックを搭載し、どんなバイトもキャッチすることがコンセプト。テールフックはアズーロ特製のトリブルフックが搭載。貫通力と強度に優れており、ショートバイトもがっちりフッキングが決まります。ボディ腹部にあるチューニングアイはフックを追加し、さらにフッキング率をアップさせることもできます。またブレードなどを取り付けることによりアプローチ方法を広げ、さまざまなシチュエーションにアジャストすることが可能となります。グダグダ組みました組みました。でかい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 。なんやこれは。いく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 、でかい。もう少し。お、出た。おっと来ました。やりましたー。ヒルたち来ましたー。さっきからねちょっと当たりがあったんで、ボトムを丁寧に探ってたらファーストヒット、ヒットしてきました。このルアーはバレットスイマーです。30g。 ボトムをね一遍着底させてから巻き上げで、また、フォールさせてからの巻き上げで、ヒットしました。ちょっとねこれ、見てもらったら分かるようにブレードをテールフックに、チューニングしております。これでねスローに負けますし、この昼間の、タチオに強烈にアピールしますんで、こういったチューニングも、このバレットスイマーの、楽しみの一つでもあります。来ました来ました来ましたよ。でかい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 、来た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 。バレットスイム、バレットスイムで来ました。よいしょよいしょ、はい、バレットスイム。さっきテンション上がってバレットスイマーって言ってしまったんですけど、バレットスイムです。来ますね。タチオ専用バイブレーションアズーロ T フラッシュ2。実はケミホタル内蔵のルアーは当社発案から生まれました。その遺伝子が時を経て今の T フラッシュ2に継承されております。ケミホタルと夜光塗料、ケイムラ塗料のトリプル効果でタチオに強烈にアピール。別売の AZ フラッシュをセットでご使用ください。アクションは投げて巻くだけの簡単操作。スペックは全長 72mm、21g で6色がラインナップ。抜群の信頼度、ロングセラー商品に間違いございません。今回ご紹介するのはアズーロ、タチオの晩御飯です。現場についてすぐ使えるワイヤーリーダー付きジグヘッド内蔵、シャットテールワームです。スペアのワームやケメオタル2本も付属。スペックは 20g と 24g の2サイズ。各6色がラインナップ。付属しているケミホタルをワームに内蔵することにより強烈に発光してアピールします。さらにワーム本体の素材も蓄光性に優れたルミノーバーを練り込みました。そのマテリアルはソフトながらちぎれにくいエラストマー素材を使用し、耐久性抜群です。ルアーの操作方法はただ投げて巻くだけ。リフト&フォールを織り混ぜることによって幅広いレンジも攻略することができます。タチオの当たり棚を見つけることが高釣果への秘訣ですね。今回ご紹介するルアーはアズーロシラスパ。その名の通りシラスパターンやマイクロベイトパターンに有効なシンキングペンシルです。クリアボディのシルエットで最小に見せることによりセレクティブなフィッシュイーターを攻略することができます。ルアーの全長 105mm、 ウェイトは 33g、 カラーは5色がラインナップ。
フックは当社オリジナルシングルフックを搭載し、フッキング率アップとバラシを軽減。ターゲットはハマチ、メジロ、ブリ、カツオやシイラなど大型フィッシュイーターが対象。アクションはヘッドを中心にテールを左右に振るウォボリングアクション。水面直下を無防備に泳ぐベイトフィッシュを演出します。操作方法はスローなただ巻きが基本となりますが、ファーストリトリーブで海面上をスキッピングすることにより効率的なボイル攻略をも可能とします。またフォール時は水平姿勢を保ちながらローリングするようにセッティングしており、そのフォールアクションも効果があります。低重心の固定ウェイトで安定した飛行姿勢を保ち、圧倒的なその飛距離が持ち味。ジグ並みに飛ぶのでミノーでは届かない遠くのボイルも射程圏内に収めることができます。